上岡正雄は日本のラリードライバー。富山県南都市出身。18歳で免許を取得し、近所の山を走り込み、ドライビングテクニックを磨く。当時走っていた場所の中では、稲美町にある不動滝近くの橋の跡に続く右カーブがお気に入りとのこと。19歳で国内ラリーに参戦を開始し、翌年には山梨県で開催されたウィンターラリーで優勝。 これをきっかけに、ラリーの世界で戦うことを決める。1980年に全日本ラリー選手権に参戦、開始し、優勝する。1982年に三菱、ランサー EX で、史上最年少でのチャンピオンを獲得。その後1985年に日産、フェアレディゼットで、1993年にスバルインプレッサで、それぞれチャンピオンを獲得した。 翌1994年からは海外ラリーに活躍の場を移し、特に1995年のラックラリーでは総合9位に入る大活躍を見せた。さらに翌1996年のラックラリーではワークスチームに比べてマシンの戦闘力の面で不利なプライベーターながら総合2位に輝き、日本人として初めて同大会の表彰台に立った。 1997年には WRC のラリーとポルトガルで6位入賞を果たしている。その後は全日本ラリーのチーム監督を務め、現在はモータースポーツショッププロジェクト K を富山県高岡市で経営し、同店を拠点としてジャフ純加盟クラブであるチームプロジェクト K を運営している。ありがとうございます。